おはようございます。ここは今熊本県の熊本市に来ております。昨日ですね、東京から熊本の方に行きまして、昨日熊本城ね、夜行ったんですけどもね、とかあとは馬刺しを食べたりと、いろいろ熊本満喫していたんですが、もう今ね、今から次の目的地に移動します。で、今回なんですけども、熊本空港の方に今から行きまして、 ANA で名古屋の方に今から行きます。熊本から名古屋までね、 ANA が1日2便かな運行してるんですけども、今回ねその飛行機に乗っていくということになります。で、タレバの時間が午前7時ということで、今からですね熊本空港に向かうわけですけども、熊本空港に直接鉄道で乗り入れるってことはできないんですよね。熊本駅まで行き、 JR 九州を使って肥後大津で、肥後大津から無料の空港ライナーを使って空港まで行くと、だいたい1時間半ぐらいかな、乗り継ぎ時間とかも含めて。で、料金が480円です。空港ライナー無料なんでね、肥後大津からに関しては。ただ、街の中心部からリムジンバス使うこともできまして、リムジンバスを使うと片道だいたい50分で1000円で行くことができます。熊本駅とか、あと今から乗るのはこの桜町バスターミナルのところなんですけども、今回そちらからねバスに乗って熊本空港の方まで向かいます。はい、ということで今7時4分かな、で7時12分に出発するバスがあるので、今回それに乗ってね、とりあえず熊本空港の方まで移動していきます。今日もめっちゃ天気良くてですね、旅行日和って感じですね。昨日はいろいろちょっと不運なことが続いていたんですけども、今日は結構ねテンションも高めで、結構情緒不安定をね、極めてなって自分でも思うんですけども、とりあえず今からですね熊本空港の方まで向かいます。今回はこの桜町バスターミナルから乗車していきます。熊本市内で一番大きなバスターミナルになるんじゃないかな。東宝シネマズ、 ABC マート、トイザラスとかね、そういった有名ブランド店ともいろいろと入っているところです。建物もかなり立派ですね。熊本城ホール、熊本城もここからも全然近いですからね、もうあるみたいで、熊本駅からは若干離れてますね。路面電車とか使って10分ぐらいでね来ることはできるんですけども、熊本駅周辺よりもこの桜町バスターミナル周辺とかの方が大きなアーケードとかっていうのもあったりするし、ホテルも結構多いんでね、こっち側の方がね、熊本で一番栄えてる地域と言ってもいいのかなっていう風な感じです。バスの間に合うかな、あと5分。いや、馬刺しってマジで美味しいよね。僕ね、肉の中で一番好きな豚肉なんですけども、その次に好きかもしれないね、馬。もうね、昔は牛肉好きだったんだけど、もうなんか最近は牛肉よりも、圧倒的に豚肉の方が好きですし、馬刺しもうまかったな。高いけどね、でも自分へのご褒美みたいな感じで、たまにこうやって熊本まで来て食べるっていうのがね、幸せ、小さな幸せをね、今回もつかみに来たといったような感じかな。6番乗り場から空港行きのリムジンバス出発するみたいです。料金はね、後払いでいいのかな、スイカとかそういったのも使えたはず。ビザタッチとかでもね決済可能です。この7時12分のやつに乗ります。だいたい50分なんで、8時10分とかそれぐらいに熊本空港に着けます。この時間帯全然空いてますね。ではバス乗ります。桜町バスターミナルを出発しました。リムジンバスね、トイレとかは車内にないですけども、乗客は全員で8人ぐらいしか乗ってないですね。結構な本数運転されてるんで。熊本駅とか県庁前とかグランメッセとかね、そういったところ街の中心部どんどんポツポツ止まっていきながら熊本空港まで行ってくれます。ご用の際はご連絡乗務員までお知らせください。また、グランメッセ前まで、途中下車できませんので、お乗り違いないようご注意ください。熊本も路面電車の街ですからね。あとは長崎もそうだね、九州の中で行くと。これから朝の通勤の時間帯ですから、交通量もね、どんどん増えてきてます。路面電車の駅間も結構狭いですよね。まだあとね、40分ぐらいあるんで、車内でのんびり過ごしますわ。桜町バスターミナルから1時間熊本空港に着きました。最終的にはほぼ満席になりましたね。熊本空港ですけども、新しくなった空港ということでめちゃくちゃ綺麗です。昨日ですね、1階の部分だけっていうのはちょっとだけ動画に映したと思うんですけども、今日はねそれ以外のエリアっていうのも見ていこうかなと思います。では早速ですけどもね、ターミナルの中に入ります。
こちらがターミナルの1階になります。到着と出発のチェックインカウンターというのがこちらにあるんですよね。手前国際線のカウンターということで熊本空港国際線再開しています。本日 TBA 航空のソウル行きがあるのかな。他にもですねスターラックス航空とかあとチャイナエアラインとかジンエアは来てないのかな、まあ、そういった韓国とか台湾方面に行く航空会社というのが就航していて、まあ、今後はね中国路線とかもどんどん復活していくと思います。でその奥が国内線のカウンターですかね。手前が FDA 富士ドリームエアラインですね。でジェットスター ANA ソラシドエアで一番奥が JAL と天草エアラインのカウンターになります。天草エアラインはこの熊本空港からだと大阪伊丹線とあとは天草空港かな2路線確か運行してたはずです。で1階に関してはね特に何もなくてね、まあ、奥にタリーズとセブンイレブンと和食のレストラン、まあ、これが1店舗ずつあるぐらいでそれ以外は特に何もありません。まあ、あとはレンタカーとかね、まあ、そういった関係の施設があるぐらいですかね。で国内線の出発のスケジュール見てるんですが今回乗るのが、名古屋中部行きなんで下から2つ目9時40分発 NH332 便の名古屋中部セントリア行きに今回乗ります。まあ、ここにはジェットスター成田と東京やっぱ大阪東京が目立ちますね。はい、でもうこちらが ANA のチェックインカウンターということで今回普通席使うんですけどもね、まあ、ステータスあるということでプレミアムチェックインカウンターこういったのも用意してくれてるんでサクッとちょっとチェックインしてこようかなというふうに思います。まあ、全然カウンター空いてます。チェックイン完了しました。昨日は手こずったんですけどもね今日は特に手こずることもなくスムーズでしたね。で、まあ、こちら空港のマップがあるんですが4階には、ね、展望デッキがあります。で2階は行くことはできないのかな、うん、1階か3階か4階が旅客が使うことができるエリアになります。でショップの案内もこっちにあるんですけどもこれ下の紫の囲いの中は免税店ですかね。国際線の制限エリア内にあります。で保安検査場通過後ということで店舗保安検査を抜ける前にある店舗っていうのがこの1階にあるこの4つしかないんですよね。なので制限エリア内と制限エリア外で結構格差が激しい空港、まあ、そんな雰囲気がありますね。まあ、ということで、まあ、早速ですけどももう保安検査抜けて制限エリアの中に入ろうかなと思います。ANA の一般レーンの方結構混んできましたね。たまたまタイミングが良かったです。ではエスカレーターで上に上がります。前までね本当プレハブみたいな感じの空港だったんでリニューアルする前はずっとねでそれのイメージが結構ついてるのでこの新しい熊本空港未だに違和感がすごいです。木目調木の香りとかもしてね結構あったかみのある感じの空港になってますね。1階には礼拝室とかそういったのもあって、まあ、海外からのお客さんの需要とかっていうのもね取り組んでるんだなって感じがしますね。はい、ということでこちらが3階になります。あのまま保安検査抜けて制限エリア内に入ることができます。これ右の店舗は制限エリア内の店舗なんで外から入ることはできませんね。では保安検査抜けます。保安検査抜けて制限エリアの中に入りました。熊本空港の保安検査パソコンとか iPad 出さなくていい最新タイプのやつ使ってるんで羽田空港とかと同じような感じで一瞬で検査終わるやつですね。あ、これめっちゃありがたいわ。羽田空港の国際線かと同じやつですね。国内線の方に関しては未だに羽田のやつっていうのも一部古いやつとかも使われてたりするんでちょっと違うんですけどもね。熊本空港はさすが新しくなったということでその辺は最新の設備導入しています。はい、ということでこちらお土産屋さんとかっていうのもまあありますね。ウォークスルー型になってるんで必ず通るっていうわけでもないのか。あ、でもそうだね、うん、伊丹空港とかと同じような感じの作りになってるんで動線上に店舗をね作ることによって、まあ、購買意欲をそそるといったような感じ。あ、めっちゃ雰囲気いいですね。いいです、いいです、好きよこういう空港。でとりあえずちょっと朝ごはん買いたいんでパン屋でも行きましょうか。今回名古屋着いてから昼飯はしっかり食べようと思ってるんで、まあ、朝ごはんは軽くねパンでも買って食べようと思います。コレットっていう店ですかね。九州って書いてます。お土産全然空港でね揃えることできますね。まあこのまま奥行ってもいいんですけども店舗のマップっていうのを多分今画像で出してると思うんでそれ確認していただけたらと思います。まあ、熊本なんで熊本だらけですよね。まあ、よく熊本旅行熊本見たら即帰宅みたいな感じのゲームやる人いますけども、まあ、絶対無理よね。もう空港の中に熊本増殖してるんで、うん、ふりかけこういったのも売ってるんですね。飲み物とかっていうのも売ってます。まあ、国内線ですからね。てか ANA とか JAL に関しては普通に機内持ち込みも OK です。まあ、機内入ればねドリンク無料でもらえますけどもね。で
わすげえ馬刺し持ってる。うわいいね。でここフードコート的な感じに、フードコートというか土産屋かな。まだ朝早いんで閉まってますわ奥の方はね。感じで各店舗営業時間というのも異なるみたいです。ジェラートの店とかもねあったりします。おきおきおき蜂蜜で朝ごはんなんですけども、このグーランジェリーってところでちょっと買おうかなと思います。ブーランジェリーか、初めて聞いた店ですけども有名な店なのかな。赤牛のカレーパンうまそう。熊本ですね、いわゆるパン屋さんです。まあこんな感じ、ドーナツとかね蒸しパンとかそういったのがいろいろ売ってます。まあここでちょっとパン買いますわ。この時間帯からでも割としっかりとしたがっつり系のレストランとも空いてます。レストランというかフードコートかなっていうのも空いてますね。まあ、中入ってから食事するのがいいんじゃないかな。本当に中制限エリアの外と中で差が激しすぎますね。で搭乗ゲート数そんなに多くないので、まあ、この辺は割とこじんまりしています。で奥に ANA ラウンジとか JAL の桜ラウンジっていうのはないんですけども、ラウンジアソっていうのがありまして、 ANA とか JAL のステータス持ってる人だったり当日プレミアムクラス乗る人とかっていうのは、そちらのラウンジ入ることができます。一応クレジットカードのラウンジでもあったと思うので、確かゴールドカードとかでも入れるのかな。そんな感じのラウンジです。では奥にあるので、ね、ちょっと行ってみましょうか。これがねラウンジアソになるんですけども、前と場所変わってないような気もするんだけど、変わってるか。はい、で、まあ、航空会社のステータスだったり、あとはクレジットカードのゴールドカードっていうのを持ってると入ることができます。お金払って入ることって逆にできないのかな、書いてないよね、うん、あ、飲食物の持ち込みダメって書いてる。マジか、中でパン食べようと思ったんですけどね。まあいいや、じゃあちょっとだけ中入って、いやまあ一回、今混んでるんですよねめっちゃ中なので、まあ外でじゃあパンだけ食べますか。ダメって書いてるんだったらねしゃあないわ。でも買ったんでここで食いたいですもんね普通に。まあ、機内で食べてもいいんだけどね。あ、機内で食べるか、そうしようそうしようそうするわ、うん、ということで後で食べますこれは。ラウンジの中に入りました。ラウンジ内こんな感じで結構広々してるんで快適に過ごすことができると思います。ただね便が集中してる時間帯とかは混むかな。喫煙ルームとかトイレとかっていうのは中にはないので、そういったのは全てね外に1回出る必要っていうのがあります。 Wi-Fi とかも使いますしコンセントもあります。でこの空港のラウンジなんですけども、これ前からそうなんですけどもね、ビールに関してはステータス会員とクレジットカードのゴールドカードで入ってる人で差別化されてます。ステータス会員の人は無料で何杯も飲むことができるんですけども、クレジットカードで入ってる方に関しては2杯目以降とかは有料になってきます。阿蘇の天然水とかって書いてるとね飲みたくなりますよね。まあ、ソフトドリンクとかコーヒー焼酎とかに関しては無料で提供してるみたいなんで、まあ、こういったのはね誰でも自由に取ることができます。でプレモルと、ごめんなさいね朝からね申し訳ないんですけども、プレモル飲んじゃいました。これ柿ピーなんですけども、梅の風味の柿ピーでしたね。美味しかったです。というわけでラウンジ出てきております。あとね5分ぐらいで搭乗開始ということで搭乗ゲートの方に向かいますね。めちゃくちゃ混んできましたね。あ、ジェットスターがあるのか、なるほど。ということで今回2番の B から出発ということでゲート前に向かいます。というわけで本日の機材があちらになります。まあ、セントレア戦といえばボーイング737ですよね。737のダッシュ800プレミアムクラスと普通席2クラス、今回普通席で向かいます。で15の K 取ってるんで、まあ、安定の非常口ですね。まあ、最近国内線乗るとき非常口乗ること結構多いですけども、今日も今日取って非常口席15番の K で名古屋まで向かいます。だいたいねフライト時間1時間10分とかなんで、まあ、あっという間に着きますね。で手前に止まってるのこれソラシドエア、これセントレアじゃなくてこれ羽田行きだそうです。737同士が並んでます。2番の B ですね、9時40分発、搭乗開始9時20分ということで、まあ、あと3分で始まります。まあ、最後の最後までくまモンがいますね。それでは搭乗開始なんで乗っていきます。グループ1ダイヤモンドの人1人だけいましたね。グループに結構いそうです。まあ1時間ちょいのフライトなんでね、パン食ってたら着くんじゃないですかね。今日ねこの後バスに結構長時間乗るんで割と過酷な移動なんですね。実は今から青森に向かいます。では乗りましょう。
というわけで機内入りました。ボーイング737ということで3プラス3の普通席シート配置になっています。プレミアムクラス前方8席だけですね。今日プレミアムクラスも空いてたんですけども、まあ1時間ですしね、普通席でいいでしょうということで普通席にしております。14列目と15列目がね、非常口座席になります。今回15列目の K ということで、窓側ですね、足元はめちゃくちゃ広々してます。まあ、非常口なんでね、非常時には CA さんの援助をする必要というのがあります。で、まあ、機材は737のダッシュ800になりまして、これが非常口の案内ですね。まあ、これ読んでおく必要があるんで、まあ、しっかりと読んでおきましょう。もう何かあった時はね、全力でやらないといけないですからね。でこの機材なんですけども、 USB ポートっていうのは足元についてるけど、コンセントとかそういったのはないので、充電は USB だけになります。窓側、翼の隣です。皆様、ドアが閉まりました。皆様が指定された席にお座りになっていることを確認して出発いたします。早めにお座りいただき、シートベルトをお締めください。手荷物は重ねないように座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。滑走路に向かってますが、搭乗率は普通席は8割弱かな、結構乗ってると思います。非常口座席のところは全員ね、3席独占できてますね。すぐに飛行機から離れます。わあ、すごくいいですね、景色。熊本空港離陸して中部国際空港に向かいます。周辺は若干雲も出てたんですけども、空の上に出るともちろん青空が広がってます。国内線普通席ということで、ドリンクサービスですね、リンゴジュース、水、お茶、ホットコーヒーで、あとねアイスコーヒーっていうのが夏限定で注文できますし、コーラに関してもね新メニューとして加えられたんですよね。まあ、個人的にはね、 ANA の国際線で提供している香るカボスジュース、あれ国内線でも置いてほしいんですけどもね、なかなか難しいみたいですね。ということで、まあ、アイスコーヒー来てからね、先ほど買ったパン食べようと思います。というわけでドリンクやってきました。今回なんですけども、アイスコーヒー選択しています。夏限定ですね、タリーズのアイスコーヒーになります。タリーズと ANA のコラボですね。まあ、タリーズコーヒー機内で飲めるということで結構おすすめです。で、熊本空港のパン屋さんで買ったパンですけども、梅しそベーコンのパンとメロンパン買いました。これ大体2つで550円とかだったんで、結構いいお値段しますね。パンとコーヒー、いい朝食です。今日なんですけどもね、向かい風が結構強いということで、フライト時間がいつもより長くなるみたいです。着陸予定が11時5分で、若干遅れてセントレアに到着することになります。
着陸態勢に入りました。シートベルトをお確かめください。お使いになった座席のリクライニングとテーブル、フットレスト、レッグレストなどを元の位置にお戻しください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。結局ですね、11時5分に着陸予定って言ってたんですけども、だいぶ早く着陸できそうですね。もう間もなくセントレアに着陸します。海しか見えない、まあ海に浮かぶ空港ですから、関西空港とかと同じような感じです。セントレアに着陸するのは以前秋田から ANA でいた時かな。 JAL でこの前ね、セントレアから成田飛びましたけども、あまり普段使う空港ではないですね。今日セントレアに来たには理由があります。まあそれも後ほど言います。今日の設置めちゃくちゃうまかったですね。衝撃がほとんどなかったです。というわけで飛行機降下しました。今回預け荷物もないのでこのまま外に出ていきます。あっという間でしたね。飛行機って本当すごいわ。まあ、熊本から新幹線使って名古屋まで行こうとすると、多分ねどれくらいかかるだろう。熊本博多で40分くらいかかるでしょ。4時間くらいかかりますよね。まあ、そう思うと飛行機って1時間とかでね到着できるんで、便利な乗り物ですね本当に。では外出ます。制限エリアの外に出てきました。ここね到着のフロアになるんですけども、一つ上ですね、出発のフロアに上がります。じゃあ今回の動画ねまだ終わりません。セントレア久しぶりだな。すごく天井は、まあ天井そこまで高くないけど開放的な感じ。羽田空港の第3ターミナルと雰囲気似てるんですけども、実際のところはねセントレアを参考にしたのが羽田空港の第3ターミナルなんですよね。まあ平日ということで、あ、お客さんそこそこいますね。奥が国際線のエリアになって、手前が国内線なんですけども、結構お客さんいらっしゃいます。ちょっと国際線のフライト情報っていうのも、まあ、この後見てみようかな。こっちが国内線です。こんな感じになってます。というわけでフライトスケジュール、こちら国際線なんですけども、まあ、こんな感じですね。あ、少ないな。だってこれ右の画面とかって明日の便のことですもんね。あ、まだ1枚ちょっとで収まるぐらいしか再開してないのか。なるほど。という感じ。アジア便が中心で、ちょっと遠いところとかになると JAL のハワイか、これぐらいかな。アメリカ方面に行くフライトは。あ、そっか、ここまでちょっと便数がまだ再開してないっていうのはちょっと予想外だったんで驚いてます。あ、グアムもあるね一応。はい、セントレアの国際線です。というわけで気を取り直しなんですけども、セントレアに関してはですね、飛行機に乗らないって方も十分楽しめるようにいろんなお店っていうのがあります。名古屋名物とかもね楽しむことできるし、名古屋のお土産とかね、そういったのもねたくさん買うことができる、まあ、そんな感じの空港なんですよね。まあ、新千歳空港とかと同じような感じで、その空港飛行機に乗る人以外も楽しむことができる、そういったのが多分コンセプトになってるんじゃないかなと思うんですけども、普段ね海外行った時に僕がよく使うプライオリティパスってありますよね。実はセントレアプライオリティパス使えます。まあ、いつもね海外で使う時っていうのは制限エリア内のラウンジとかにねプライオリティパスとかで入ったりするんですけども、セントレアに関しても、
制限エリア内のプラザプレミアムラウンジとかそういったラウンジでねプライオリティパス使えるんですけども、制限エリア外にもですねプライオリティパスを使うことができる施設っていうのがあります。今回そこに行こうと思ってるんですよね。でこちらに関しましては当日到着便もしくは出発便がある人だったらプライオリティパス持ってたらね無料で使うことができます。飛行機乗らない人はねその使うことはできないんですけども、まあ、もちろん有料でねお金払ったら普通に使えるんですけどもね、ちょっと今回そちらの施設に行くためにセントレアに行きました。まあ、こちらフードコートではないけどねいろんなお店でテイクアウトしたものをなんか外で食べたりすることができるエリアですね。本当お客さん多いですね。多分空港に来てる人の半分の人は飛行機乗らないんじゃないかな。ただ単にセントレアに遊びに来てるみたいなねそんな方が多いような気がします。あ、フードコートって書いてるわ普通に。合ってたね。前来た時は結構まだ営業ね再開してない店もあったんですけども、今はもうほとんどの店再開しています。ユニクロとかねセントレアオフィシャルショップとかそういった店舗っていうのもあります。というわけでセントレアで制限エリア外でプライオリティパスを使うことができる設備っていうのがこちらになります。このくつろぎどころっていうところなんですけども、これ何なのかというとね温泉なんですよ。まあ、中にねレストランもあって食事だけの入店ってのもできるみたいですけども、名古屋飯韓国料理とかねいろいろ食べれるんですけども、セントレアってね空港の中に温泉がついてるんですよね。この風の湯というやつでして、営業時間がこちらです。朝10時から夜9時、お食事ところっていうのも同じかな、はい、スパとかもあるみたいでして、こちらでプライオリティパス使うことができます。こちらで3400円分までかなだったら無料で優待を受けることができるんですよね。で、まあ、入浴料とかだけだと3400円十分切るんで、中入って食事とかしてもね全然 OK です。ということでちょっと今回こちらに行くためにねセントレアに行きました。では中入ります。プライオリティパスと今日の搭乗券、搭乗したことが分かる証明書、まあ、搭乗券でいいと思うんですけどねを出すだけで OK です。受付済ませてきました。プライオリティパス専用のプランというのが用意されているみたいで、今回は入浴とお食事 A セットの方を注文しています。まあ、これでプライオリティパス利用1回分という感じかな。で入浴しなくてスパがいいって方は右のメニューですね、スパメニューとも用意されてるんで、まあ、そっち利用するのも OK です。まあ一風呂浴びてきます。露天風呂とかもあるんでね楽しみですね。風呂入ってからねお食事どころで食事を取ることにしようと思ってます。というわけで1時間ぐらいねゆっくり入ってました。2月17日にリニューアルされたばっかりということでめっちゃ綺麗でしたね。露天風呂はないんですけども外を見ることができるんで飛行機の離陸する瞬間とかねそういったのも見れます。でまあ展望デッキみたいなところがあって、外でねなんかベンチに座って風をに当たるとかねそういったことはできます。サウナもあるし水風呂、電気風呂、ジャグジーとかねいろいろあって、でほぼ貸し切りだったんでとても快適に過ごせました。タオルもねついてますから手ぶらで来ることができます。でそのままですね目の前にあるお食事所にやってきて、今回頼んだ A セットがこちら、石焼きビビンバとあとは韓国冷麺ですね、サラダとドリンク、これもね全てセットになってます。で、まあ、別にねアルコールじゃなくてもソフトドリンクでもいいんで、まあ、好きな方をね注文すればいいと思います。これ全部ねプライオリティパスでタダということで、いや本当すごいよね、ただただすごすぎる。というわけで今回なんですけども、熊本空港から中部国際空港セントレアまで ANA 使ってきました。まあ、新しくなった熊本空港めちゃくちゃ綺麗でびっくりしましたね。まあ、制限エリア内と外での、ね、格差があるなというふうに思いました。で、まあ、セントレアに関してはねプライオリティパス使うことができるくつろぎどころスーパー銭湯ですね、ああいったのもあるので、これはめちゃくちゃね素晴らしいんじゃないかなと思います。セントレアが多分プライオリティパス一番ね効力発揮できる空港なんじゃないかな今のところ。まあね海外から帰ってきてそのままシャワーとかね温泉に入ったり、まあ、もしくはね出発する前出国する前にね入ってから行くというのもありですし、まあ、制限エリア外にあるんで国内線国際線問わずね利用することができるというのもねポイント高いんじゃないかなというふうに思います。で、あの商業施設フライトオブドリームズの方にも、1店舗だけレストランがありまして、そこもねプライオリティパス使うことができるみたいです。そちら食事なんですけどもね、なので、まあ、皆さんね好きな店でプライオリティパス使って楽しんでみるのはいかがでしょうか。プライオリティパスに関してはですね、楽天のプレミアムカード、これちら年間費1万円ぐらいなんですけども、これ発行するとね、無料でプライオリティパスつけることができるんで、超おすすめです。まあ、国内、でもあれだよね、もうね、今日本国内でプライオリティパスが国内線で使えるのって、セントレアと関空かな。関空だとボテジュ、お好み焼きが3400円分食べれるっていうやつなんですけどね、があるんで、まあ、関空とかセントレアをね、頻繁に使うって方は、別に海外行かなくてもね、プライオリティパスの元は十分取れると思います。まあでもね、まあ、やっぱりプライオリティパスっていうのは基本的にはね海外にしょっちゅう行く人、
で、まあ、そのステータス持っててもフルキャリアしか使いませんっていう方はね、まあ、その航空会社のラウンジっていうのがあるんですけども、普段結構 LCC 使えますよとかっていう人にはね、プライオリティパスあるとかなり効力発揮できると思うので、あのおすすめでございます。はい、ということで今回はですねこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。